はい、どうもチャーボくんゲームでございます。今回もね、動画の方やっていきましょう。ということで、今回のね、メイン選手はこちらですね。ネイマール選手を使っていきたいと思います。今ですね、まあ上限とかもネイマール選手に関しては結構上げててね、レベル45ということで。はい、調子好調ですね。センターバック、ちょっと調子ね、バランさんが調子悪いんで、これでいきましょうか。お相手のメンバー確認だ。クライフ、アザールにロイスね。オッケーオッケー、よろしくお願いします。キーパー、デヘアか。ネイマール今回使うという、まあ、いろんな動画で使ってると思うんですけど、メイン選手ということで使うということで、やっぱドリブルの部分がね、ネイマールの強み。ウィレアプリの中で言ったら、一番使いやすいドリブル、突破しやすい。フェイントね、特殊フェイントもあるんで、こういうの。ネイマールしか使えないね、ダブルタッチみたいなのがあるんで、そこら辺も含めるとネイマールは、ドリブラーの選手の中でも特に使いやすいんじゃないかな。そう。しかも一瞬のね、かわしができるんで。さあ、行きますよ。仕掛けます。いやー、いいね。いやー、今ディフェンダーいなかったら入ってたな、多分。まあ、今みたいな感じで、ドリブルね、仕掛けていくと、どんどん。まあ、ミスすることもありますけど、多分。ただね、やっぱり仕掛けることによって相手にね、何してくるんだろうっていう。そう、一回仕掛けると、次ね、パスとか生きてくるんで。危ねえ。てかね、今めっちゃ空いてますね。来たー、行こう。ちょっとだけね、細かく。そう、ここでちょっと。いや、内防なの。おい。ちょっと待って、ミスったね、今パスしようと思ったけど。オッケー、取れる。いやー、オッケーオッケー、いいディフェンスだ。内部をね、今。落ち着いていけば勝てる。あー、ダメか。今のね、落ち着いていけばいけたと思うんですけどね。ここね。そして、このコントロールカーブシュートができるよ。ネイマールさんはこのコントロールカーブシュートができるんでね。まあちょっと前半の、てかさっきね、取られてしまいましたけど、ただ落ち着けばね、中央の方でも非常にスライドドリブルを使って、まあ、ドリブルコーダーとかもね、結構動画出してるんで、ぜひね、そちらもご覧いただければと思います。そう、あのドリブルどうやってるのとか多分あると思うんで、ウィリアプリ始めた方とか特にですね、やっぱドリブル面白いんでね。このやっぱスライドドリブルがね、かなり強い。いやー、これはちょっと狭すぎた。それはちょっと狭すぎてしまった。うまい。これバイリー戻りながらね、守備。そう、いい守備だ、バイリー。さすがです。しかし、パスミスをしてしまった。OK、ポグバがね、安定感ありますね。さあ、ここで、さあ、空いてますね。ほい、ネイマール、まあ、決定力とかもね、結構高いので、まあ、今、ブラジルワールドカップとかでもね、おーっと、これはちょっともう一試合行こうかな。もう一試合ネイマール行きますと、これ多分切断か無効試合のパターンなんでね。はい、ということでね、切断勝ちですね。ということで、ちょっともう一試合ね、行きたいと思います。はい、ということでね、2試合目やっていきたいと思います。お相手の方、よろしくお願いします。行きましょう。さあ、ネイマール、ここ行ってと、マンジュキッチ。ここでネイマール使います。一個遅かったね。カフーだね、お相手。さあ、ドグラス・コスタがドリブル侵入してくるけど、オッケーオッケー、ここでね、きっちりカットでき、あー、パスがもったいない。うまいね、お相手ネイマールも、お相手もネイマール使ってますね。そう、ここで当てて、そう、ネイマール行こう。いやー、ダメか。まだある。これね、ネイマールの強さ。ここでやっぱ細かくペナルティーエリア内でもできるんで、今のはね、
まあ、メッシと中央で、まあ、コンボというか2人で崩した感じですね。オッケーオッケー、まあ、いい感じですね。まずはドワイテのネイマール注意です。もう注意ですね。うまいな、うまいですね。さあ守備も頑張ろう、守備も頑張ってから、あーもう一個来たか、ドグラス。それうまい。いやー重心逆やられてたね今。面白いですねお相手の方。行きましょう。マンジキッチ勝てるかなこれは。オッケー、ネイマールカフーをね、これで抜く、このスライドで。そしてダブタッチして、こっから根幹狙って、うわー、マジか。完璧だったぞ、今の入ったら。やばいやばい、なんかサラがバグってる。サラがバグってたよ、今。いや、あの根幹入ったら完璧でしたね。ここ、二人で崩して。サラ。違うなー、ちょっとキックフェイント入れたけどダメだった、間に合いませんでした、まあ、こちら今回ねサラーとネイマールという2人のね、ドリブラーを入れてるんで、まあ、そこを生かしていけたらなと。くー相手もプレス早いな。うわこれ仕掛けてくるな。オッケー。おおマジ、ちょっと待って、やばいこれ。あのねダブルダッチした後ね隙が若干生まれるんで、そう、いやいいね。でここで当ててマンジュがビダル決めよう。オッケー、ネイマール起点からですね。そうだね、やっぱネイマール起点からあそこでねためが作れるんで、1人2人かわせば相手のディフェンダーもねどんどんずれてくると。いやいい、うお、うまい、うまいよそれ。サンチェスねラインブレーカー持ってるし、しかも瞬発力とかも高いんで一瞬の抜け出しがねちょっと伸びるから、あそこが注意だね。ショートコーナーだこれ、ショートコーナー来るよ、気をつけろ。バランナイス、それでもショートコーナー違った。おい、寄せないと、シュート来る。ナイスキー。これクリアしましょう、普通に。そう。まあ、危ない時はね、これちゃんとクリアした方がいいね。ちゃんとクリアした方がいい。よしよしよし。前半とりあえず、2-0 で折り返したいですね。いいね。もう1点入れれるかな。いや。ある。ネイマール頑張れ。外、こっちに。いやー、神神ネイマール。あの狭いところ、逆に今多分内側に回転切り読みをおそらく、相手のディフェンス多分したと思うんですけど、そこを逆、逆手を取っていくスタイルですね。あそこで外行ってからのネイマールのダブルダッチが効いてくるんでね。あのライン際、ゴール際、ゴール前のライン際ダブルタッチはマジで強いんで。さあ、まんじゅう。さあ、もう一回サラー使うんですよね、これ。もう一回サラー使って。OK、このね、このコースを。そして、ここに折り返し、あー、マジか。あそこやっぱコース強いんでね、ドリブルの。うまい。うまいけど、ポグはついていこう。うまい。いや、お相手もネイマール。ネイマール使い。ネイマール。ネイマールマジで強いんでね。使えればほんと。おっと、そっちか。ちょ、やばいやばい、なんか画面が。いこう、さらーん。これどうする?スライドで抜けるかな。スライド読んでるな。これ、中折り返し。いやー、ダメか。ポグバーまだある。北沢さんが言ってる、まだある。うわ、カフー。うまい、その、ちょ、待って。それは絶妙。ラモス、ナイス。
カフーとのここを制すればね。いいか。相手来てないよ。もうこれは決めよう。オッケー。ネイマールコントロールカーブもしっかり打てますから。まあ今ね、相手が。おーっと、大丈夫かなんか相手が今。あー、これは。ということでね、まあハイライトとか見たかったんですけど、まあちょっと最後ね、おー、これ大丈夫？これ多分切断か向こうのパターンですかね、今回も。いやーでも楽しかった。ネイマールでね、やっぱ外側にて相手の逆取ってダブルタッチとかそういうところも含めてね、できたんで。まあ神ドリブルとかね。ペナルティエリア内とか逆に強いね、細かいタッチ。はい、ということでね、今回ご視聴いただきありがとうございました。もしですね、まだチャンネル登録してない方いたら、左のボックの顔マークの方からよろしくお願いします。右側におすすめ動画載せてるんで、ぜひそちらもご覧ください。では皆さんまた会いましょう。ありがとうございました。